こんにちは、ジノです。ハッピーバレンタインということで、本日2月14日はもうお分かりですね。国生さゆりさんのバレンタインキスをお届けしたいと思います。私この曲バレンタインデーキスだと思ってたんですけど、バレンタインキスでしたね。はい、チョコレートをあげても、あれだからみたいな、なんていうの、チョコレートをあげてもあなたに気持ちが伝わるかわからないから、キスしちゃうみたいな感じで、とっても大胆で、でもとっても可愛い曲だな、なんて思ってるんですけど、HKT48 さんの、ウインクは3回って曲があってね、この曲も、あなたにことを好きな人はいっぱいいるから、あなたと目が合った時チャンスで3回ウインクして、あなたのことを落としてみせるわ、みたいな可愛い曲なんですけど、私多分ね、小学校高学年か中学校の時にその曲ができたんです。 HKT さんができて多分まだそんなに何年も経ってなかった頃だと思うんですけど、もうその曲がとっても可愛くってね、私大好きなんですけど、なんかそのなんていうの、バレンタインでチョコを渡すとか、あなたに目があってウィンクするっていうだけで可愛いのに、バレンタインにチョコあげるプラスキスするみたいな、目があって1回ウィンクじゃなくて3回しちゃうみたいな、そのなんか女の子の努力の歌ってなんて可愛いんだろうなって思ったんですけど、まあ自分で振り返ってみると本命チョコをあげた記憶っていうのがないんですね、あんまりない気がするんだよね。なんか義理チョコを炊飯器にコーンフレークとチョコを入れて、ディズニークランチみたいな感じでクランチチョコにしてあげていたのをすごい記憶にあるんです。でそれ以外にこう丁寧に他で作ってるっていう記憶がなくて、だから多分ね、義理チョコをみんなでね、タッパー持ってってこう交換して食べるっていうのもね、覚えてます。でもそんな中ハッピーターンとかをくれる子がいてね、女の子で、すっごくね喜ばれるんですね。甘いものだらけだからさ、もうお昼ご飯みんなチョコみたいな、なんかハッピーターンがこう口の中にこう口直しにあるのがね、しょっぱいものが口直しっていうのがとっても良かった、そんなバレンタインの思い出です。皆さんはバレンタイン今年は作りましたか？おー、なるほどね、はいはいはい、私ははい作りませんまあまあそんな感じで、作っても作らなくても大切な人に思いを伝える日なのでね、恋人以外でもお友達、ご家族、ペット、日頃伝えられない思いをぜひ伝えてみてください。そして片思いの誰か好きな方がいる方はぜひ頑張っていただきたいなと思います。でも今日動画が上がる頃はもうきっと夜だからね、もう私終わったのかな、どうでしたか？お、それは良かった、はい、いい結果だと喜びます。まあまあまあ、もしいい結果じゃなかったら、まあその人にはご縁がなかったっていうことだけなんでね、前を見ていきましょう。はい、それではお聞きください、バレンタインキス。
唇、あなたの腕の中、わざとらしく瞳をつむってあげちゃう。バレンタインデイキス、バレンタインデイキス、バレンタインデイキス。大人の味ね、シャララララ、素敵にキス、シャララ。みんな素敵なロマンスしちゃうの。